はい、おはようございます。今週も爆速で最高な充実しまくった、1週間にしていきたいと思います。今日はオフに入ってもう12日目ぐらい経つと思います。ほぼほぼしっかり毎日朝起きてカフェとか行ってます。今日もあのストリーマーコーヒー、東北沢のストリーマーコーヒーってモーニングしてました。体は全くまだ動かしてないです。まあ2週間ぐらい経ったら、まあ、徐々にゆっくり動かしていこうかなと思ってます。今からヨドバシカメラに買い物行きます。やっていくぞ。はい、明日やべっちカップに出させてもらうので、今から千葉に全泊しに行きます。仙台の林明宏も出るんですけど、なんか秋が今東京にいるみたいなんで、秋今から拾いに行って一緒に千葉に向かいます。道ミスった、銀座大渋滞、金曜日は絶対あかん。久々の秋広です、はい、一旦ちょっとチェックインしてから飯行きます、はい、おい到着。ほいほいほい、うおー、え、あっこか、あるわ、いやーこれこれ、入る入る、いやー声入んねん。いやー、海浜幕張駅、いやー、いいな、いやー、食べたやつだ、パフェ食べてるシーンと眠い、うまそう、これ。ほんでザスプーンない、スプーンないやん。色はさ、丸さ、すげえ、俺も初めて来た。朝飯というか昼飯食います。バーレマト、はい、大阪来てます。親父の体調が あんまり良くなくて、まあ、施設を探してたりとか、ちょっと顔を見に来たっていう感じです。で、今宇野部駅まで来たんですけど、タクシーが全くなくてやばいです。ピンチピンチ。はい、ほとんど一瞬だけ会って帰ってきました。今からちょっと地元の友達と会います。吹田駅です。めっちゃ懐かしい吹田駅。おい雄大、おい、あ、でもミスド食いたいな、俺の地元の、あ、すいません、ありがとうございます。
俺の地元の唯一の友達雄大です。おかえり。最近大阪どう雄大？盛り上がってますよ。ほんま最高。うそやろ。最高です。一旦チェックインします。はい、着替えたんですけど、バーリ寒い今日、やばい。今から剣屋、岡崎剣屋っていう山形で今年引退したやつと神大の後輩なんですけど、そいつと今から、お茶します。おー剣屋、おー久しぶりよ。おいダンサー、僕引退しました。引退した、うん、お疲れ。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくのでぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。